にちは。うん。これあとレノベラちゃんと。うん。シンデレちゃん。さあ今日またリクエストが来ましたよ。はい。これ多かったね。え？このリクエスト多かったね。梅ちゃんの顔。え、そのリクエストあったっけ？あ、ないかったっけ？梅ちゃんの顔の目のやつが欲しい。いやかわいい顔。ちょっと似てないけど、あ、まあちょっと似てる。お面売ろうぜ、これ。うん、いいじゃん。宇宙お面売ろうよ。いいじゃん。よくない？めっちゃいいと思う。はい、じゃあ今日は書くのは、あ、そうか、あ、そうか、そうか、柱の一人を書いていきたいと思います。質問に答えながら書いていきましょう。 OK です。 OK。 絵を見ながら、僕たちの話を聞きながら、このシンナーの匂いを嗅ぎながら、ねえ、じゃあ書いていきたいと思います。はい、ということで、うん、おお。ベロちゃんと梅ちゃんはもともと絵を描いてたんですか？はい、はい。陽平は描いてなかったよね。俺はね、ベロちゃんと出会った時絵を一度も描いたことがない、人生で。うんうん、本当に。ベロは？私はちょこっと学校に行ったのは1ヶ月ぐらい。あ、絵の学校1ヶ月行ったの？1ヶ月だけど毎日じゃないよ。うん、何回行ったの？だから全部で多分、8時間、1日 8時間勉強したね。そう、なんか土曜日だけ行った、うん、で8時間勉強して、うん、ちょこっとね、ちょこっとやって、まあ、本当にだから、まあ簡単に言うとほぼやってないってことですね。ほぼやってない。でも、うん、子供の時はめっちゃ好きだった。あ、絵描くの好きだったんだ。そう。そうなの？そうだよ。じゃ初めて知った俺も。私何を描いたと思う？何描いた？セイントセイヤ。全然わかる。こんな話したっけ？してないけど、よくセイントセイヤの話してたから。ねえ、こういうの。今のハモリやばくない？セイントセイヤ。セイントセイヤ。なんか8歳とかくらいかな？ 8 歳でセイントセイヤかってやべえ。やばいよね。キャプテン翼とセーラームーン。キャプテン翼とセーラームーン世代なんだもんね、ベロちゃんね。そう、めっちゃ絵を描いてた。そうなんだ。じゃあもともと絵好きだったのね。好きだった。でもヨヘは全然だよね。描いてない。興味がなかった、ね、うん、ないない。今は？今もそんなにないよ。 1から100だったらどのぐらいが好きなの？あ、絵？うん、マジ普通。マジ普通って50点ってこと？あ、50ぐらい。絵が大好きで描いてるわけではないと思う。そうだね、うん、絵が好きってよりも、うん、なんかそのみんながさ、うん、いや驚いてくれるじゃん。どうしてくれる？こうな、書いてて、おーすげーわーって言って、うん、その書い、子供とかでもさ、大人の人でも何が楽しいっていうのは、うん、絵描くってよりも、うん、絵を描いて、その目の前で描いて、その人たちが、うん、え、何それ、何それってなんか、うんうんうん、驚いてくれるとこが楽しい。驚いて、なんか喜んでくれる反応が楽しいから、うん、もっと驚かしたいから、うん、もっと上手くなりたいなとかさ、うんうん、思うけど、うんうん、自分自身ではなんか絵がそういうのがなければ別に絵描いてないかも。いや、それなんか、あ、喜んでこの絵を描く、みんなの前で絵を描く、その後に喜んでくれる姿が、うん、目に映るから、うん、なんかやりたいなみたいな、うん、絵が好きかどうかってさ、別に特にそこはあんま興味ないかもしれない。そうなんだ、うん。その次のあれだね、なんか喜んでくれるとこを見るのが楽しい、うん、特にさ、子供がさ、うん、だってめっちゃ顔がやっぱーって感じだ。そう、なんかね、よく言われるのが、うん、まあ、どっか絵描いてるとするじゃん、うんうん、初めてこういうなんかストリート、うんうん、とかそういうので、うんうん、なんか今まで一度も足を止めてこったことがないっていう人が足を止めたみたいなさ、普段って歩いて絵描いておしまいなのに、うんうん、まあ、いつも通りなのに、うんうん、そこでワンクッションあるみたいな、そこでアスペラーとやってる人がいる。え、何これ、こんなことが可能なんだみたいな、うんうん、で、日常にさ、入っていけるとかさ、うんうん、ちょっと長かったね、長い間に終わっちゃったよ。うん、でも絵みたいな絵が好きなんだよ、ただ純粋に。ああ、絵が好き、絵描くの好きなのね。うん、
いや、ずっと書いてるもんね、好きな時ね。うん、最初から今ね、まだそういうことやってるのは嬉しいね。うん、ちょっと残念だけど、この梅ちゃんの顔を開けさせていただきます。にょーん、超かわいい。やめて、やめて、なーなー。あ、話してる間にちょっと終わっちゃったね。終わっちゃった、うん、こんな感じでございます。おー、こんな感じだね。こんな感じだね。3、2、1。たらーん。超かっこいいと思います。ありがとう。多分リクエストをした人がね、嬉しいと思います。どういたしまして。喜んでると思います。喜んでください。まあ、要は自分が好きなことやってるってことですよ。そうなんですね。そうです、そうです。かっこいい、本当にかっこいいよ、うん、どうどうどう。お、勇気みたい。こんな感じだな。こっちがいいんじゃない。いいじゃん、いい感じだと思う。あ、出ちゃった。失敗です。はい、いいんじゃないですか。どうでしょうか。かっこいいと思いました。ということで、さっきのシンプルの黒い背景と、まあ、ちょっと雪とか星とかいっぱい散らばめたなんていうか、わからない。なんでだよ。聞かないでよ。日本人じゃない。日本人になれよ。散らばめた。散らばめた星とか雪を散らばめた、うん、違うな、何か違うな。大丈夫、多分コメントに誰か直してくれる。そうだね。まんべんなくかけた背景と白黒の背景、どっちが良かったですか、うん、ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオス。アディオスアミゴーす。落ちがないの。あ、寝ちゃったのは落ちか。寝ちゃったね。寝ちゃったね。やば。相当疲れてる。やばい。よ、もう寝てよ。じゃあね。なんで撮ってこっちだろう。今もうこっちに映ったと思ってた。もうさ、安心してさ。アディオス。アディオス。